皆さんこんにちは、みきです。今日は冬によく見る野鳥10種類を紹介します。この動画を見ると初心者の方でも鳥の探し方やコツが分かっていただけると思います。探すための手がかりとして見た目、鳴き声、そしてどんな場所でどんな行動をするのかを解説します。それではご覧ください。どうぞ。まずはジョウビタキです。オスは黒とオレンジの鮮やかな色、メスは淡い茶色で尾っぽがオレンジがかっています。オスメスともに翼に白色の紋があるのが特徴で、大きさはスズメくらいです。身近な場所、例えば家の庭、街中の公園といった市街地や農耕地の電線に止まっている姿もよく見かけます。ジョウビタキは越冬のために北方から日本にやってくる冬鳥と言われる鳥です。冬は縄張りを作って過ごすんですが、飛来したての10月中下旬から11月、縄張り宣言のためにあえて目立つ場所に出てきて鳴いてくれますね。目線くらいの高さの杭や枝の上、もしくは地面の近くにいることが多いです。また尾羽をプルプルと動かすこの可愛い仕草も遠目で分かりやすいので参考にしてみてください。続いてはルリビタキです。その名の通り、オスはとっても綺麗な青色をしていて、幸せの青い鳥と言われることもあります。実は1年目の若いオスはメスと似たような見た目をしていて、2年目からだんだんと綺麗な青色になってきます。大きさはスズメくらいです。ルリビタキは漂う鳥と書いて飄鳥といって、季節によって場所を移動します。春から夏にかけて亜高山帯で繁殖して、冬になると平地や低山に降りてきます。木が茂った暗い林を好んで、例えば里山の林縁部や森林公園で見かけることもあります。ジョウビタキよりも警戒心が強くて、茂みの中に隠れていることが多いですね。ただたまにひょこっと枝や杭の上など目立つ場所に出てくることもあります。ルリビタキも縄張りを作るので、一度見た場所、声を聞いた場所に行くとまた出会えるかもしれませんね。雪が降った日には地面に降りてきて餌を探すので、とても見つけやすくなります。続いてシロハラです。その名の通り、お腹が白いことが名前の由来です。灰色の頭に茶色い翼、そして黄色いくちばしと目の周りのアイリングが特徴的です。大きさはムクドリくらいです。平地から山地の林や木が茂った公園なんかでも見られます。日本に飛来したての秋から冬にかけては警戒心がとても強くて、声はするんですけどなかなか姿が見れないっていう状態です。ただ春先の3月4月頃にはもう渡る直前ということで、エネルギーを蓄えるために一心不乱に餌を食べているところが見られます。落ち葉の下のミミズなんかを探していることもあって、ガサガサという音が聞こえてきたら地面近くを注意深く探してみてください。次はツグミです。茶色い体にクリーム色の眉のライン、そして胸の模様が特徴的です。大きさはムクドリくらいです。
開けた場所を好んで、市街地や公園、または農耕地のあぜで見られたり、電線で群れているところを見ることもあります。木の上で木の実をついばむ姿が見られたり、また春先にかけて地面で見ることが多くなってきて、虫を探していることもあります。続いてモズです。オスはアイマスクのような目の線と翼の一部分が黒色です。メスは全体的に色味が薄くて、胸には細かい模様があります。また大きく平たい頭と長い尾のシルエットも特徴的です。大きさはスズメよりも一回り大きいです。基本的には一年中同じ地域で見られる流鳥なんですが、秋になると山から平地へと降りてくる子もいて、冬により身近で観察しやすくなります。特に里山から農耕地、河川敷などの開けた環境にいることが多いです。モズは肉食で、カエルや虫、時には鳥を襲うこともあります。電線や木、杭の上など目立つ場所に止まって、じーっと獲物に狙いを定める姿は、遠目からでも見つけやすいかもしれませんね。また、止まっている時に尾っぽを8の字に動かすのも特徴です。続いては、ホオジロです。その名の通り、頬が白色です。オスの顔は歌舞伎のような模様がはっきりとしていますが、メスは全体的に淡い色合いです。オスメスともにお腹はオレンジ色をしていて、大きさはスズメくらいです。開けた環境を好んで、農耕地や河川敷で見られます。冬は群れになって、やぶの中に隠れていることが多いです。ただ、姿を見せてくれる時もあります。種を食べに草の上の方まで上がってきたり、背丈の高い草木の上で鳴いていたりする時が一番見つけやすいかなと思います。続いて、青地です。先ほどと同じく、ホオジロの仲間で、全体的に黄色っぽい色をしています。オスは緑がかった頭で、目の周りが黒いんですが、メスの顔は茶色っぽいです。大きさはスズメくらいです。平地から山地の林や森林公園で見ることもあります。普段は藪や茂みの中に隠れていて、ホオジロ以上になかなか姿を見せてくれません。ただ時々地面に出てきて種などを食べる姿が見られるので、目線を下げて探してみてください。続いてカワラヒワです。全体的に茶色っぽい体をしています。翼の黄色は飛んだ時によく目立つので、見分ける時のヒントになるかなと思います。また他の小鳥とは違って、尾がエビフライのような形をしていて、オスはメスよりも顔の黄色みが強いのが特徴です。大きさはスズメくらいです。その名の通り、河原、河川敷とか、あとは農耕地、市街地、公園でも見られます。冬は電線にずらーっと並んでいたり、地面に降りてきて集団で食事していたりします。開けた場所で群れを作って行動しているので、パッと目につきやすいかなと思います。続いてアトリです。
黒色とオレンジ色が美しい小鳥で、オスの方が顔の黒さ、色味が強いですね。アトリも尻尾の形がエビフライで、大きさはスズメくらいです。平地から山地の林や森林公園、時には農耕地でも見られます。餌を求めて群れで移動しながら生活しています。アトリがたくさん飛来した年、いわゆるアタリ年には数百羽かそれ以上、数えきれないぐらいのとてつもない大群になっていることもあります。木の枝にいることが多くて、木の実を食べている姿をよく見かけます。はい、最後は乳内スズメです。普通のよく見るスズメとは違って、ほっぺの黒い斑、乳がないのが特徴です。オスは赤みが強い茶色なんですが、メスはオスとは全く違った地味な色合いをしています。大きさはスズメくらいです。主に農耕地で見ることができます。冬はオスメス混じって群れを作って生活します。電線に並んでいたり、農耕地の脇にポツンと生えてる木なんかに止まっていることもありますね。遠目では本当にスズメにしか見えないんですけど、もしかしたら乳内かもしれないなと、ぜひ双眼鏡を覗いてみてください。はい、というわけで冬の小鳥たちいかがだったでしょうか。見た目や場所だけではなくて、鳴き声や行動まで知っておくと野鳥たちに出会えるチャンスも増えるかもしれませんね。冬は葉っぱが落ちて鳥がとても見やすく、バードウォッチングには最適のシーズンです。ぜひ皆さんも探してみてはいかがでしょうか。もっといろいろな種類の鳥の鳴き声が知りたいという方は、こちらの動画、冬の鳥の鳴き声も参考にしてみてください。それでは最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。